はい、どうもこんばんは、なっちでございます。明日ね、握手会で東京の方に行きます。ちょっと前にも行ったんですけど、東京の方でね、握手会やるんで、まあ、当日も確かね、受付あるみたいなんで、お暇な方はぜひね、来てみてください。詳細は一応貼っておきます、概要欄かなんかに。はい、ということで今回はこちらですね。フェンリルが進化しました。なんかね、もうあれからね、生放送どころか山本プロデューサー自体がツイートしなくなっちゃって、なんか突然来ましたね。村子さんがいきなり進化しますって言って、トールかな、トールとウィズと一緒に来ました。まあまあまあ、わかる気持ちはわかるけど、なんかこうフェス限クラスになるとさ、突然来ますっていうよりかは、やっぱ生放送とかで近々進化予定の方がワクワクはしますよね。まあでも難しいんだろうな。はい、ということでこちらのフェンリルですね、副属性がない方と副属性がある方で、サブ向けリーダー向けみたいな感じでまた分岐してますが、まあ、フェンリルもともとリーダースキルバカげてますんで、こっちでも弱くはない、てかむしろ強い。ただこっちは耐久力も上がった感じですね。火力は落ちましたが、ダメージ軽減ついてるんで戦いやすくはなったかと思います。まあそんぐらいかな。あとは指が増えましたよってぐらいですかね。こっちはまあサブ向きなんで、ウェイとかも増えてますね。スキブも2つ、いいですね。スキブが増えるってのは結構大きい。こっちもスキブ、あ、こっちは増えてないんだ。悪魔体力と、悪魔攻撃でございます。捨てもなかなかいいですね。リーダースキルがお邪魔の2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力7倍、悪魔タイプの攻撃と回復が 2.5 倍ということで、このパーティーですね。これ悪魔タイプかな。あ、大丈夫か、覚醒してねえし。ちょ、バンドさん頼むって。じゃあ行きましょうか。今回もだからサブがなかなか変わったメンツですよね。このバンドに、こちらね、アクノロギア。アクノロギアがね、強いと思う。本当はもうサブなんなら全部ネイとかでもいいんですけど、まあ、アクノロギアがお邪魔作る三色人ということで、まあ、ちょっと覚醒は悲しいけどね、悪魔タイプだし、いいと思います。で、こちら、ネイね。ネイが強いと思う、これ。この覚醒に、お邪魔を作る人、これほどでかいものはないと思いますね。これは本当に強いと思う。フェンリルもいいサブを持ちましたね。さあ、どこ行こうかな。なんか、いつもコスモクルセイダー来てないか、最近。あれか、パーツのイベントか。これ、ヘイムダル行きてえな。ラグナロクですからね。ただ、ヘイムダル闇吸収かなんかあったよね。ちょっと相性悪いな。困ったね。なんか、ゴッドラッシュあたりがやっぱ一番いいかな。もう、神キラーゴリゴリで行きましょうか。モンスター購入から買えませんね。じゃあ、ゴッドラッシュをね。2000円、安い。とフレンドさんにね、リバティガイストがついたんですけど、アナザーガイストか、アナザーガイストがお邪魔作るんで割とありですね。ただちょっと重たいね。じゃあ行きましょう。お邪魔の2コンボですね。バンドが何を変換するか分かんないんだけど、回復闇、光お邪魔ね。フェンリルはランダムで作るんだよね。一回ランダムで作るか。まあ、火属性も、あ、ちょこちょこいますね。あ、ちょこちょこいますね、これ。不安だな。まあ、いいや、一回使ってみよう。これ使って、火消すとやばいと思うんだよね。なので、火は消さない方向で。いや、なんかちょっとパズドラ久しぶりで、難しいな。パズドラ実況者が言っていいセリフではありませんが、痛い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 。もう一回使うわ。とりあえず軽減して、もう火消さないとか言ってらんないんで、2コンボしないと始まんないっすよ。よし、さあこれで、まあ、とりあえず火力とね、ダメージ軽減を。はい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 。おお、押しましたね。いいぞ。さ
さすがにそんだけバイアスが出ると外野ぐらいなら押せるかな。なるべくウェイも組んでやりたいよね。これでまずディオスが耐えれるかどうかが不安なんですけど、神キラーあるからね、もう実質プラス3倍なんで OK。 あ、結構軽減しますね。じゃあここも一回フェンリル使って、ここもワンチャン使って、まあ1コンボこれ消さない方がいいのかな。あえて消さないって方がいいかもしれませんね。まあでも一応消しとこう。で、お茶も結構降ってきますね。あ、押せそうですね、しかも。じゃあこのお邪魔2コンボしてしまいまして。目覚めが一旦なのが残念ですね。よし、オッケー。4回です。あとはそうですね。ランダム生成で3つ固定ってのがあるんで、あの、ウィズよりかは生成量少ないんで、そこも難しいよね。あ、その音がするんだ。2コンボ分作りましたので、こっちだな。こっちにこう置いて、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 残念。もう一個組みたかった。なぜか悪魔タイプなんでね、こいつはね。ちょっとめんどくさい。はい、じゃあここから陣2連発でいきましょう。アクノロギア使って。なかなかいい陣だよね、これ。フェアリーテール終わっちゃいましたよね。なんか、またコラボしてくれんかな。記念に。もうちょっとキャラ欲しい気もする。割と大きいタイトルじゃん。もうちょっとキャラいてもいいよね。はい、じゃあネイ使って、まあ偏りもしない。危なかったね、これ1個足りんかったら2コンボできなかった。まあでも一応フェンディルもいるんでそこも大丈夫ですけど、じゃあ倒しますか。なるべくウェイでいきましょう、今回は。いつものこの組み方で、どうかな。そこに闇が降ってくると降ってきません。いや、いいですね。扱いやすくなったよね、間違いなく。で、昔みたいにロマンのある火力を求めるなら前の方が面白いかもしれません、こっちね。はい、ということで今回はフェンリルを使ってみました。そうだな、サブで使いやすくなったというよりかは、まあ、リーダーとして使いやすくなったってイメージですかね、こっちは。次の動画で使おうと思ってるウィズはね、神キラー2つあるんで、あれはサブでもね、なんかやらかすと思うんだよね。はい、ということで以上、闇のフェンリルを使ってみた動画でございました。バイバイ。